やっぱ磁力が違うんだよ、磁力が。自力じゃなくて。アベレさん、夢あるな、やっぱり。というわけで、本日も皆さん、締め方下手すぎるだろ、お前。なんかじゃあ本物の締め方ちょっと教えてください、ペンさん。ああ、いや、僕か。すみません、しちゃった。やっぱ上2人強いな。いや、なんか、イズとかトゲ、今2回食らっても2だったしね。あ、それ強い、うん、やっぱ磁力が違うんだよ、磁力が。磁力って何磁力じゃなくて。アベリさん、バカに、バカにバカって言われてます。これはまずいですね。でも夢あるよね、YouTuber って。ニセメンさんぐらいバカでも稼げるんだから。悔しいよ。アベリさん、夢あるな、やっぱり。うぜぇ。磁力読めなくても稼げるんだって。でもなんか読まないかな、ワンちゃん磁力って。もうやめよ、これじゃ恥をさらすのは。アムステルダム。ようやく梅木さん10回目ぐらいです、これ言われる。選んだのナツピョンです。え、梅木さんしかも選んだのナツピョンです。得意コースなんでね、アムステルダム。僕のまあそれは得意だもんね。それは得意じゃないとこありますよ。いやいやいや、何ですかそりゃあって。2週目で入水するしな。なんでナツピョンさんダムって呼ばれてるんですか。ドストレート。ドストレートのやつがいるわ。お前は昔もそんなことやっていたよな。やってたな。うん、俺と初めて会った時も。梅ちゃんな、うん、悲しいよな、梅ちゃん。もう会ってねえのな。成長してねえの。成長してねえな、お前。あの電話喋っていいの。梅ちゃんがいたらいいんじゃない。いたいたね、いたね。ニセペンさんとか多分ね、知らないからね。いや、僕本当知らないですよ。あの、サンシャバ梅健さんと初対面の時、結婚って幸せですかって聞いてましたから。あ、いた、だ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 。梅健さんも知らない可能性あるか。確かに。ワンチャンあるよ。え、どういうこと、どういう意味ですか。ほら、ほら。おい、だから梅健さんはバツイチ子持ちなんですけど。あ、そうなんや。危なかった、僕も。それで。じゃあ危なかったですね。ごめんなさい。まあまあ、でもニセペンさん俺のこと CTA だともしか思ってないから。違う。めちゃくちゃ根に持ってるよ。これ CP。 いやいや、本当に悪気はなかった。わー、やられてんの。我慢しないよ。わお。あ、アベリさん、歌おう。いや、もう勝つとか。もうスナパイ大暴れ。もう道が落ちるの。もうないやー。ないな、もうやばった、本当に。渡るやろう。いや、くそ。やりますね。あー、お前もキラー持ってるんか。まあ、聞いて。あの、そうなんですね。なんか面白そう。だいたいこういうやつが選ぶよな。思った、めっちゃ思った今。なんでだろうね。聞かれるんやろな、こういうのに。かわいい。はっちゃんとかみさとらんもそこ好きなんだよな。楽しそうなんだろうな。何ここ。ここは違うみたいですね、どうやら。お気に召さないようだ。3周走ったら変わるかもね、気が。走った上で聞いてみようよ。まあ、一周で判断してやるわ。多分ちびくんは好きだよ。ああ、まあ好きそう。まずカスタマが弱いっすね、ギさん。俺ひどいな。それマジでコンピューターみたいなカスタマしてる。そう言ったら俺間違えられるわと。もうみんなが俺を分かりやすくし、やばい、ごめん。んだよこれ。マジでごめん、マジでごめん。どっちわかるからいいっすよ。俺に危害はみんな加えないでしょ。俺にみんな危害加えないから、これで危害加えられなくても12なんだけどね。やめて、12に危害加えられないっす。別に梅健さんって分かったところでイズは危害加えてきますよ。梅健さんは分かってない俺。いやイズ結構ね、俺に優しいから。でも横にいたら危害加えるでしょ。ごめんごめん、あった。ウレスピアン。ああ、あれ。待て待て待て、伊豆さんのオルシテンで当たってるのに自分のにむちゃくちゃだ。なんかめちゃ楽いよね今日。いや、嘘、マジこれ。なんでそれ。無だったんですよ僕は。なるほどね。まあちょっと微妙かなこのまま。もうだな、そんなものは。おい、ニセペン。しましょうよ。おめえは邪魔なだけじゃなくて迷惑もかけるのか。めちゃくちゃ意味ちょうど静かやつからすげえ聞こえたわ今。じゃ邪魔なのは確定なんだ。もうこれ赤さんやん絶対。違ったわ。スルーした。はぁ、こんにちは、すいません。あー、よかったよかった、ラッキー。なんで、何が全然追いつけん。誰や4位のやつ。赤さんは防いだ、なんとか。おぉ、おい、三者が勝つ。Ha ha ha!
もうほら人格が壊れていくからパワハラの会社みたいになっちゃうから、好きにしなさい。変わろうとはしてるわ上も組織改革、まさか部下に気を使う時が来るとは。産業医に怒られたんだろうね。これまずいっす、この部下まずいっす。やばいよ。文句を言いたくなるのもわかるかね。なんでさっき俺がいっぱい車ぶつかってるって言ったのに車がいっぱい走ってるから。そうだよな、もっと走ってますよ。ちなみにここはどうなんですか。やっぱここはここ、まあなんかジョーがひらがなのちょっとダサいよね。ちょすげえカスタムなんだけど。左後ろの人、ね、バケモンいる。バケモン、バケモンいるって。ない。金ピカや。カスタムを言われてほら自分なりの格好を追求したタイプだもん俺。目指すのずっとあれだってて、まあ、ファッションが前衛的すぎる人だ。まあね。いや俺前逃げだけもおもろくないっしょ。だってそうやで、投げてくれな。確かに。みんな俺のカスタムでやるマリオカート。ああいいよ。ああいいっすよ。面白いね。じゃあそれでいきますか。多分イズニー様に使われるそれ。やめて今考えたら。あ、いいな。むずい。あっ、おぉ、ああ、でんてんてんてん、アルマキュン、アルマキュン、あ、のでー、サンダー持ってたのに。あれ、阿部ちゃんじゃないやこれ。最悪や。違う。あ、やばい。ちゃくちゃ。ナスピョンドッスに当たんない方が早く走るよ。はい。誰さっきのサンダー。俺、ごめん。そう。いや、やばいやばいやばい。そこまで素直に謝られると攻められないよな。やっべ、うわぁ。やば、その青コラ。バーなボブさんね。やば、危ねっ。無理だー、なんてこったー。ごめんなさい、全員焼きます。おい、おわー、焼かせていただきます。うわー、ゴーゴー、抜かせ抜かせー。おいっけー、危ね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 ー。あー、そんなところで終わっちゃう。やめろ。いやー、見てへんか。ダメショー。あん、これは裏、もう、あー、あれ全然関係ないけど、リセペンさんが動画で使ってるあのコンって音、何の効果音ですかあれ。え、な、何や、何のやつですか。コンってやつ。え、どの、いや、何の、何のやつ。あー、わかるわかる、あのなんか出すときにね。あ、そう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 。え、どれ。リセペンさんの動画全然見てないからわかんない。すっごい傷ついた今。すごいです。でも2月毎日投稿するらしいですよ。情報が古いし、今言うと来年になっちゃうよ。今それ言うと6月とかでいいんじゃない。なんだろうな、例えばなんかこうあれですよ、ね、あ、上級者テクニックその1みたいな、3選みたいなやつ。あ、そう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 。一つ目、あー、あれか。で、1つ目ドンドンみたいな。なんで本人がわかんない。他の全員わかってるよ。ちょっと待ってくださいね、これかな。カンブリア宮殿みたいな方じゃなくてコンの方。和太鼓場面転換一台。いや違う、それはドゥン熱。じゃなくてコンの方。え、何やろう。まあいいや。ずっと12位にこのメタマリいるやん。挟まれるぞこのメタマリ。あれ、カスタム同じするの忘れた。いや、ちょっと戦闘にもいるでしょ、戦闘にも。あ、本当だ。それ違った。それ俺だよ、それ俺だよ。今いつの動画か、ソシのために出さんとこ。地獄調だね。ねえ、花ちゃんキモい。うるせえ。なんでお前なんでこんなとこに立ってんのパックン。あ、むちゃくちゃに。もうファイヤー食らいすぎな。もうやばい。日の丸印やで。危ない。うるせえ。三者ずいぶん静かにマリカしてんな。いや、すいません、ちょっと細々と勝ちにいってる。もっと元気出してやるよ。了解っす。パワハラですよ。ウェイ、パワハラですよ。あの部下は本当に何もできないからよ。パワハラですよ。3台引きに行かせていただきます、こちら。3台大工、いいよ、そんなことしなくて。え、ちょっと任せてください、やっぱ反省、反省の意味も込めて。うわ、なんで。イエーイ、やった、ざまみろ。あ、オラスのパリーマジ俺やな。あー、譲られたっけ。おじさん当たっちゃったか今日。緑コラいっぱい当たった。やばすぎ、やばすぎ。あー、緑コラやばすぎ、やばすぎ。なんで赤コラ出てくるんだ。いい加減しろ。ネロちゃんに言ってよ。うるせえ。違うんだよ、俺が抜いた瞬間に来たんだよ。マジでアベレージ赤後ろ投げの意味がわからん。なんかレオ攻めちゃった。アメリカ
だからだっつーの誰か網かなぁ今なんか砂漏れで風の音聞こえねえや跳ねる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 の扉跳ねるの扉マジで終わった俺絶対負けあーめちゃくちゃ赤来てますうーわどうやっても負けや諦めんなよ本当にごめんなさいおめえの赤でじゃあな人のせいにすんなよそうやってサンタサンタサンタえ、なんで水のシャッターほいやるまーあーくそお尻めっちゃ強かったいやーない10位まで落ちたんだけどくそ落ちてるんだけどなんかゴール前に誰か死んだ10位になりましたあー、カスタムネイヤーやろすみませんこれすかこの音すかいやあの…あ、それ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 何だ地響きのような音これはね…うんこれは…なんて言うんですかね違法かいや、ネットで拾った。いや、違法じゃない、違法じゃない。違法じゃないし、そこら中に転がってる音なんですけど。どういうことそれは。鳩の声みたいに言わないでよ。なんか、火が出る時の音っすね。青い炎がボンって出るんですけど。あ、なんかの動画素材あ、そうかな、そういうところ。ゲームの音ゲーム的なところです。何の音なのかなってずっと気になってて。うるせえ、このフレーム。このフレーム。やばい、やばい、やばい。完全忘れてた。あ、僕ちょっと間違えた。間違えてる。いいじゃん誰あのゴールドマリオでマウント取ってるやつ俺かなえなんでゴールドマリオがいんのうわ高雑魚いっぱいコイン取ったらやばい至っていいこれ偽ペンさん1位取んなきゃ恥ずいぞいや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 確かにそうだね誰これ投げたいや使ってない人おるって他にも確かにこれ1位取らないと体が言うと聞かないはっごめんなさいごめんなさいごめんなさいいてぇおら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 ねえもうさマジあんた飛んできすぎなんだよさっきからぶち切れてる誰やどうしようわぁやばいやばいここやばいここやばいここやばい人いすぎ人口密度が高いもうやばい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 おい、何やそのバックスな気象いの、ほんま。あ、これ俺自分で置いたバナナ。やばいな。はぁ、トゲだ。マジ終わってるって、あそこでトゲ出るの。あ、何やそれ。照れさなきゃ絶対勝ってんじゃねえか、このクソゲー、マジで。うわぁ終わっとるマジでクソゲーすぎるだろよし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 いやもう絶対見たら決まるんだよなんだよこれやばいいや絶対やばい終わっとるよし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 面白くないやこのコースちなみにさっきのやつコメント曰くエヴァの効果音らしいえ犯罪者キーウィングかいやいや犯罪者じゃないですよあのアニメじゃないですよあれだよパチンコのパチンコかあれか違う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 パチンコの音か知らんけど熱もしてたんですよペンさんはバルブレイブは知らないんですよねバルブレイブっていうゲームですかいやニジベさんパチンコ打つのいや知らん打ったことないです知らないって言うとして絶対嘘でしょ最後のコースここかよこの間なんか動画で使ってたからそういう感じの音してんのかなサンシャイン空港マジで久々に走るな何しあ、今さ、ニズペン、あ、なんかショート動画で上げてたよねなんかダウンロードコンテンツが100連ボーナスみたいななんかカスタムチャッティーはするなサンチいるなんか白ヨッシー誰これ CC やないやべ、全然ターボたまらんゴミクソカーブやから何この弱え車は高いところから着地するとめっちゃ跳ねるよこのタイヤマジで使いづらいんだけどこれ何これ CC 普通に普通に普通に CC 出したら全開でいいね配信者じゃないんだ配信してないでしょ今日キャッツはもうねあの半分ルフィみたいなとか海賊王なんだ肉だってうん、いや自由じゃんマジでか自由マジハンドリング悪すぎやばい何その松菜これどうやダマだ邪魔だいや何やそれでかいから左率高すぎるもうダメだ
なんでこんな前に人がいるんだよ。なんか、おい、魚。うわ、バレてる。やばい、バレてる。すみません、ここは。やばい。痛い。ちゃんと行われすぎ、笑った。こんなんで走ったら勝てるわけねえだろ、これ。でも、みんながこれにしてくれてるから、さっきからちょっとずつ前に行けるじゃないですか。上がってるやろ、上がってる。人気のオーラです。まさか白ヨッシーで負けるなんてことはないですよね。僕もあるんだけど、壁にさあ、あもうここで打つ。でもごめんね。うわあ、あ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 あ、そう、実際に、ね、いやーありがとう、またの機会になった、またの機会に了解。さすが三者よう出す。サポートマンスください。タンネルの方が後ろだったんだ。して3段のタイミング分かったんだよな。じゃあ OK だ、完璧でした。よかったっす。スナッパイさん許してくれ、許さねえぞ、許してくれよ。たまにこの機会無能だよ。終わった。じゃあ、やばい、キラー軍だ。もう見すぎる。えぐ。はもう何ペーサーそれマジで。ひそすぎるだろおめえ。うわあ。うわあ。終わっとる終わっとる。モノ祭りや。でやんもう。僕2でいいです。あ全部リセペンギンマジで。今回。あいつ本当許せん。本当にすいませんと。おら。もう。おい配信者じゃねえやつやめろ。おーやったー6位やったー。おーやるぞー。恩恵受けてる人いるやん。キモこの画面だろマジで。ニセペンギンとルフィやべえってもうルフィいいじゃん、ローとルフィみたいで。やっぱ上2人強えな。ね、1位から3位やっぱ60点。いややっぱトロフィーをもらうだけの実力あるよね、うんうん、いやすごい。そうね、さすがっす。まあ遊び企画やったからな。でもなガッキじゃなかったっけな。何何遊びカスタムやからな、何とでも言えるよな。いや遊びカスタムやったんで。ああガチの試合やったらまた。というわけで、本日も皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。終わり？終わり？サクッ。残念感じだった。さっくり。うん。締め方下手すぎるだろお前。何回目だよアベレージ。じゃあ帰っていいよ。じゃあ本物の締め方ちょっと教えてくださいペンさん。ああいや僕か。皆さん本日はですね、アベレージ君の、お声かけによりね、こんな遅くまで皆さんありがとうございました。集まってくださって、はい、これからもマリオカートね、皆さんで盛り上げていきましょう。それではここで一つ、皆さん一本締めしたいと思います。おなんかめちゃめちゃおらんくなってない。行きましょう、締めましょう。よーみんないなくなってる。お疲れ様でした。はい、お疲れです。すいません、ぐちゃぐちゃにしちゃった。ありがとうございます。じゃまたぜひ、ね、よろしくお願いします。いけなくなったかもしれないです。はい、楽しかったです。ありがとうございました。お疲れ様です。